もう少しのはずなんだけど、まあいいわ。少し休憩してから行きましょう。おっ、そこの君たち、ちょっといいかな。ナポ、お兄さんもしかしてナンパ？けどごめんね。全世界70億人の画面の前のお友達のためにもお受けできないんだ。ほら、私のファンってモブとはいえ、男の人と話すだけでも嫉妬しちゃう純粋な人たちばっかりだからさ。いえ、ナンパとかじゃなく、ただちょっと話を聞いてもらいたいだけなんです。お話です？ええ、あなたたちは魔王ユニミテスをご存知ですか？ユミニテス？いえ、ユニミテスです。魔王ユミニテスね。魔王なんて私は初めて聞いたけど、コンパは知ってる？だからユニミテスですからね。ユニミテス。私もバルサミコスさんなんていう魔王さんは知らないです。いや、あんた絶対わざとでしょ。もはやミとスしか合ってないよ。それでその魔王さんの使いが私たちに何の用です？ええ、実は僕ユニミテスの使いと言いまして、魔王様の布教をしているんです。だいぶ遠回りしてしまいましたが、今日はお嬢さんたちに魔王ユニミテス様の良さを知ってもらおうと声をかけたんです。うさんくさいわね。残念だけど諦めてちょうだい。私たちは魔王ユなんとかなんて興味ないし、ちゃんと信仰している女神様がいるわ。はいです、私はパープルハート様を信仰しているです。あれ、そういえばネプネプはどうなんですか？私が信仰するって言ったら、もちろん私なんちゃって。いや、恥ずかしい。ナルシストって思われちゃうかも。あれ、もしかして滑っちゃった？まあまあ、そんな魔王様を邪険にしないで。楽しいよ、魔王崇拝。いや、邪険にしているのはあなたなんだけど。そうだ、ここで会ったのもきっと魔王様のお導きのおかげ。君たちには特別にこの魔王ユニミテスグッズセットをあげよう。いや、私たちそんなのいらないから。そう言わずに受け取ってよ。便利な日常品だって入っているんだよ。例えばこの魔王印のマグカップは職場や学校でも使えるシンプルデザイン。このマグカップで飲むコーヒーは格別さ。そして魔王様のシルエットが印刷された油取り紙は思春期の少年少女には必需品。さらに豪華イラストレーター陣が自分たちのイメージする魔王様を描いた魔王ユニミテストレカのボックスセット。そしてそのカード用に書き下ろしたイラストを一冊にまとめた薄い本は全年齢対象だから子供でも安心して見れるよ。でもって一番の売りはこの魔王様のシチュエーション音楽ディスク。添い寝やお風呂、ゲームをしたり、魔王様とのいろんなシチュエーションを60分も楽しめるんだ。
もちろんダミーなんとかマイクっていう人の頭の形をした高いマイクで収録してるから臨場感抜群。いつでも魔王様をそばに感じられる超お得な一枚さ。ちなみに今各大陸の魔王様公式ショップで買い物をするとスタンプが貯まるんだけど、なんとそのスタンプカードをすべて埋めると魔王様の等身大抱き枕と引き換えることができるんだ。ちょっとモブキャラのくせにセリフ多すぎ。てか私以上に長セリフを喋るなんてずるい。プロデューサーに訴えるよ。まあまあ僕なんかこれくらいしか出番がないんだし、ちょっとくらい多めに見てよ。缶バッジもつけるからさ。缶バッジどころかこんなの全部いらないわよ。ただより高いものはないっておじいちゃんも言っていたです。だから返すです。僕からの気持ちだからぜひ受け取ってよ。それじゃあ僕は次の勧誘があるからこれで。どうすんのよこれ。さすがに捨てていくわけにもいかないですから、お持ち帰りですね。はあ、なんでこうも変なのに絡まれなきゃいけないのかしら。で、ネプコは何してるの？うん、せっかくもらったんだし、休憩ついでにどんなのがあるか見てみようかと思って。おお、これが噂のダミーなんとかマイクを使ったバレトコシチュエーションだね。って、あれあれ？どうしたんです？ネプネプ。ああ、このディスク見てよ。なんかモンスターが出てくるあのディスクに似てない？なんですって？ネプコ、ちょっと貸して。わわ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 、なんか光り出しちゃったんですけど。私とアイちゃんの紙袋の中も光り出したです。あの男、騙したわね。早くこいつら片付けて教会に報告に戻りましょう。こんなのが町中でばらまかれたら大惨事よ。みんなで頑張るです。で、やられたいの誰？そこね。こんな攻撃。患者さんはどこですか？注射器はいかがですか？決めさせてもらうわ。せい！私に任せなさい。一戦もらった。まだ。相手は誰？私は負けない。余裕ね。で、やられたいの誰？そこね。こんな攻撃痛くないわよ。この治療は任せるです。相手は誰？クリティカルエッジ！私に任せなさい。邪魔よ。患者さん
相手は誰？確実に仕留める。で、やられたいの誰？弱い。この攻撃。マンジョさんはどこですか？この調子でゲーム業界を平和にするです。だいぶ手こずったわね。次のが出てこないうちにさっさと破壊しておきましょう。どうしたのよ。変身前の私が回りたがっていたから。その、ああ、そういえばそんなこと言ってたわね。すっかり忘れていたわ。確かラステーションで工場に閉じ込められた時だったです。忘れていなければ次に割らせてあげるわ。それよりも今はこのことを教会に報告しに行くのが先よ。これで良かったでしょうか？ええ、成功です。きっとユニミテス様も喜んでおられるでしょう。では約束通りこのスタンプカードにスタンプを。はい、これでよろしいですね。やった、これでスタンプコンプリートだ。ぜひ魔王様の抱き枕カバーと引き換えてください。はい。ところでコンベルサシオン様はこれからどちらへ？私は再びリーンボックスの教会へ向かいます。あなたのおかげでネプテューヌたちがモンスターを呼び出す証拠をつかむことができたのですからね。これは思っているより深刻かもしれないわ。どうしたんです、アイちゃん。独自の情報網で調べたんだけど、最近ユミニテスの使いを名乗る魔王信者が増えているらしいのよ。けどそんな名前の魔王さんなんて聞いたことないですよ。私もないわよ。ネッコはって聞いても記憶喪失じゃ知らないか。それはどうかな。まさか何か知っているの？知らないよ。期待した私がバカだったわ。これがその証拠となる写真です。なんということだ。まさか本当にあの子たちが魔王ユニミテスの使いだったとは。これで信じていただけましたか？信じるも何も信じるしかなかろう。それではあなたにはこれをお渡しします。お、なんじゃこの小さな瓶に入っているどろり濃厚な液体は。毒です。毒じゃと？はい、これであの者ネプテューヌを殺すのです。ネプテューヌは二人の罪なき少女をかどわかし邪教へ陥れた張本人。決して許してはいけません。捕らえるだけではならんのか。魔王崇拝は各大陸の女神様の一番の悩みの種です。真に女神様を思うものならば内密に処理することも我々信者には必要だと思います。確かに最近のグリーンハート様はまるで何か悩みでもあるかのように以前より自室にこもるようになってしまった。ならば今あなたにできることはグリーンハート様の悩みをこれ以上増やさないことのみではありませんか？
おやおや、あなた方は確か先ほどの何か当教会に急用でも。急用も何も、ユニミテスの使いというやつに出会ったわ。なんと！それで信者にならないかって勧誘されてモンスターを生み出すディスクをもらったです。モンスターを生み出すディスクとな。その話詳しく聞かせてくれんか。もちろん。まずは各大陸を悩ませているモンスターの出所から説明するわ。なんと、そのような危険なディスクがあったとは。あんなもの、町の中でばらまかれたらただじゃ済まないわ。だから、すぐにグリーンハート様に伝えてほしいの。確かに、ラステーションのようになることだけは避けねばならぬな。ん？ラステーションです？早速グリーンハート様に伝えさせてもらおう。そしてお主らはよくこのことを伝えてくれた。褒美として今夜開催されるパーティーに特別に招待しよう。おお、イボッチ太っ腹。やっぱり美味しいものたくさん出るの？イボッチ。あ、もしかしてそのパーティーって女神様も来たりするのかな。グリーンハート様は常にご多忙な身、保証はできませんが、もしかしたら出席なさるかもしれません。本当？帰るといいですね、アイちゃん。では日が落ちた頃にまた教会に来なさい。わしが会場まで案内しよう。じゃあそれまで適当にこの町で時間を潰しましょう。それならちょっと早いですけど宿を取りに行くです。ああ、アイエフさんはちょっと別件の用があるので少し残ってもらえますかな。私に？ええ、少し二人だけで話したいことがありまして。で、私と二人だけで話したいことって何？その前に一つ確認しておきたいことがあります。あなたはグリーンハート様を信仰しているものの、この国のものではありませんね。それがどうしたっていうの？それどころか、どの国にも所属していない根なし草でもある。違いますか？調べたのね。失礼ながら調べさせていただきました。そういえば昔聞いたことがあるのを思い出したわ。リーンボックス教会の長は他国の信者どころか、たとえグリーンハート様を信仰していても自国民以外は認めないって。あなたがそうだったのね。で、私をどうするの？異端の信者として始末するつもり？本来ならそうしていただろう。だが今はこの奇妙な巡り合わせに感謝しましょう。どういう意味？あなたの連れにいる少女ネプテューヌを始末してもらいたいのです。意味わかんないわよ。どうしてグリーンハート様を慕ってる教会がネプコを始末してほしいなんて言うのよ。